はいどうも、最弱パイニーの大ちゃんでーす。今日から超健康生活1週間ってことで、やる気が伝わってるんじゃないですかね。運動着までちゃんと着て、これからマジで1週間バチバチに鍛えて超いい健康生活して、髪にいいことしていきたいと思います。で、俺これから坂道ダッシュ行こうかなと。今一応夜なんですけど、坂道ダッシュして部屋で筋トレとかしようかな。だから睡眠も一応あるんだよ、超健康睡眠。だから寝やすくなるために睡眠も心がけて、これで1週間超健康生活始めたいと思います。ではよろしくお願いします。ここが僕のおすすめの、運動スポットみたいな。すごい激坂なんですよ、これ。 500m くらいあるんですけど、これをまあ行って帰ってくるを5周 したいなと思います。これはまあ今日は午後やって、家で筋トレをするっていうのが今日の健康生活にしていこうと思っています。じゃあ行こう。結構もうガチで普通にやりました。いやこれ夜中に撮るもんじゃないな。夜中やっぱ不審者だ。家に着きました。筋トレを、まあ、10分間くらいしていこうかなと思ってます。じゃあ早速始めていきたいと思います。有酸素してから筋トレが日課にしていこうかなと思います。はい、運動、筋トレ、一旦終わりました。で、まあ、あと今日は11時くらいに寝て、まあ、明日9時くらいに起きようかなと思っています。で、寝る前に入眠法をしてから寝ようと思います。はい、今からシャワーを浴びていきたいと思います。髪にいいシャンプーの仕方みたいなので、ちょっと調べてて何個か。でも僕が聞いたのは、なんか、1分は髪を濡らせみたいな、なんか、髪濡らしてからシャンプーしろみたいなのがあって、だからもう慣らしとくっていうのを聞いたことあるんですよね。多分そういうの関係あると思うんですよ。で、だからシャンプーの仕方が一回手のひらでまずまあ2プッシュくらいでいいんじゃないですかね。これでここでめっちゃ泡立ててからこうやって髪に、でイメージなんかこの後ろ、この後ろで泡立てるイメージみたいなのも聞いたことありますな。友達がおすすめっつってたから、これ後ろでこの後ろの丈夫な髪の毛を泡立てるみたいな、なんかここの辺で負荷をかけずに洗えるみたいなイメージです。これで指のひらで優しく洗えば、多分そこまで頭皮に負荷かけずに洗えていけると思います。はい、シャワー終わりました。で、拭く時もなんか俺僕が注意つけるんですけど、一応そんなに強く拭かず、なんか優しく拭いてあげてるようにいつもしてます。でドライヤーも結構気をつけてるのが僕あって、温風冷風が出るやつとかあるんですよ。でなんか髪の毛ってタンパク質なんで、その熱に弱いんですよ。だからこう熱いのかけて、あの寒いのかけるのを交互にやってって、乾かしていくっていう感じです。だからこうやってなんかこう熱をうわーって出して、それからの繰り返してくるのがこうやってでいつもやってます。これが僕のいつもの髪の毛健康生活のルーティンになります。例えば10時くらいになりましたので、快適な入眠法をしてから寝ていこうと思います。こんな感じで寝ていこうと思います。では明日またおやすみなさーい。はい、おはようございます。9時半くらいに起きたんで、睡眠質はでも結構良かったですね。普通にぐっすり寝たんで、これからまあ朝運動してからちょっと仕事に向かおうかなと思っています。
今日は朝からフィットボクシング、あのスイッチのなんかフィットボクシングっていうのがあるんで、これをまあ45分くらいのなんかデイリーエクササイズみたいなやつあるんで、それやって筋トレして、まあそこから仕事行ってこようかなと思うんで、今日もやっていこうと思います。ようやく来た。今からじゃあ10分間筋トレメニューみたいなのを YouTube で見ながらやっていこうと思います。今筋トレ10分終わりました。2日目、ニュースでこれやるのはちょっと危なかった。初心者って言うから楽なやつかと思ったけど、めちゃきつかった。じゃあこっからちょっと仕事に行ってこようと思います。シャワー浴びて、2日目の夜なんですけど、今日ちょっと仕事遅く終わって明日めちゃくちゃ早いってことで、ちょっとその最寄り駅渋谷のネカフェに泊まろうと思っています。おやすみなさい。はい、おはようございます。今9時半くらいになりました。今日は仕事した後に運動筋トレしていこうと思います。今日3日目の夜なんですけど、今ちょっと仕事帰りで、ちょっとウォーキングくらい しなおうと思って、一駅分くらいですかね、一駅分くらい歩いて家に帰ろうと思います。今日3日目の夜です。時間もないんで10分くらいの筋トレトレーニングして風呂入って寝ようと思います。ではやっていこうと思います。あクランチ。はい、今ただいま10時になりました。もうクタクタなんで即寝ようと思います。今日は10時に寝て、明日だいたい9時半くらいに起きます。明日はまあ休みなんで友達と遊びに行きます。ではおやすみなさい。はい、超健康生活と4日目ということで起きました。ただいま時間が9時半となっております。はい、4日目の運動は2日目と一緒ですかね、2日目と一緒のリズムフィットボクシングを、ちょっともう今筋肉痛がやばいんで軽めのやつ、まあ、28分くらいのやつをやっていこうと思います。結構お腹痩せてきたんじゃないこれ。これちょっとぽっくりしてるぐらい。はい、4日目の夜になりました。すっごい疲れたんでさっさと寝ようと思います。今日はちょっと銭湯行ってきてすぐ寝れると思います。では寝ていこうと思います。おやすみなさい。終わりました。はい、じゃあまた明日やっていこうと思います、筋トレを。6日目の、夜になりました。運動も済まして風呂も済ませて、今が10時半くらいになります。で明日がちょっと7時起きなんで、だいたい7時間睡眠以上取らなきゃ健康じゃないらしいのかな。なのでもう寝ます。10時半で寝ます。もうぐっすり、もう疲れてるんでぐっすりです。ではおやすみなさい。はい、超健康生活最終日になりました。イエーイ。今日は今7時半です。昨日10時半に寝て7時半に起きました。めっちゃ健康的な朝生活ですね。今ちょっと卵も2つほど食べてタンパク質を取りました。めっちゃいい健康生活になりたなってますね。夜も今日めっちゃいい健康な生活をしていこうと思います。ナナチャさんみたい。いや、ちょ、そんなこと言ったら怒られるか。 AGA スキンクリニックの公式 LINE では無料カウンセリングの予約が簡単にできちゃいます。友達登録するだけで治療費 15% 付になるクーポンや最新キャンペーンの配信も行っています。薄毛が気になる方はぜひ概要欄から登録してみてください。